OK。それではそろそろ時間になったので始めていきましょう。皆さんお忙しい中ご参加いただき、どうもありがとうございます。今回ですね、エクスポラトリーのオンラインセミナー、えー、第134回ということで、ちょっと今までとかなり風向きが違うような、趣違うような。 感じのセミナーになるかなと思うんですけども、ノートでですね、あのラテフっていうのを使って数式を書くことができるんですね。なのでそちらを皆さんにちょっと紹介して、まあ、その使い方ですね。で今回は基本的にまあこのラテフって初めての人と。 あのターゲットに、ターゲットっていうかあの、対象にしたような形になってますので、私自身、そんなに得意なわけじゃないんですけども、まだあのどっちかというと、ちょっと初心者なんですけども、まあ、その辺をですね、皆さん、ちょっと一緒にあのどんなものなのか見て、で、ちょっと簡単なものを書けるようになってい,くいければなっていうふうに感じで思ってます。で、すの、ちょっと今からちょっと簡単に自己紹介しますけども、あのその間にもしあの興味のある方は、ぜひエクスポートリーの方あの、エクスポートリーの方を開いていただいて、なんか、あのノートですね、を開いていただき もし今日よかったらあの途中でですね、一緒にあのやっていければなというふうに思ってます。じゃあ始めていきましょう。えー、と私の,あの簡単な自己紹介あのさ、最初にさせてください。えー、と西田寛一郎と言います。で、エクスポートリーで CEO をやってるんですけども、まあ、エクスポートリーはですね、データサイエンスを民主化するということで、まあ、主に エクスポロティリっていうあのあのデスクトップのアプリケーションです、ね、をあの作ってで、まあ、より多くの人が簡単に UI を通してデータサイエンス、えもしくはデータ分析っていうのをあのできるようにしましょうっていう形でやってます。それとともにです、ね、あのデータサイエンスの,、まあ、あの,ブあのトレーニングだとかセミナーなんかを通して、まあ、普及活動なんかもあの行っています。 で私たちの持っているあのビジョンというのは、まあ、誰もがデータをもとにより良い意思決定があのしていくことができるということなので、まあ、データサイエンスをです、ね、誰でもがあの簡単に使えるようになるというためにです、ね、先ほど言いましたけれども、まあ、プロダクト、そしてあのトレーニング、セミナーを通じて、あの世の中にこうあのもっと浸透しあのさせていければいいなというふうに思って活動しています。<laughs> でえー、と私たちがデータサイエンスという時はあのこうでいくつかのことがあって、まあ、基本的にはなんかこう一,般的な一般的なイメージとしてこう機械学習だとか あの統計だとかっていうイメージがあったりすると思うんですけども、まあ、そこだけにとどまらずにです、ね、まあ、それこそデータの可視化だとか、そのデータの可視化、アナリティクスに持っていく前のデータの加工だとか、そもそももっとけデータ加工する前にデータにアクセスしに行くだ,だとか、まあ、いろんなものがあると思うんですけども、そういったものをです、ね、簡単に一つの,あの UI で、統一された UI でやっていけるようにするっていうのが、まあ、エクスパートリーですね。で、あの今回使うノート、それからあともあのダッシュボードなんかもそうなんですけども、まあ、こういった何かインサイトをつかむことができたら、それを今度 他の人たちと共有するだとか伝えていくっていうのは重要になると思うんですけども、まあ、そのここまで含めた意味でのデータサイエンスですね、を簡単にモダンでシンプルな UI からやっていこうというのが、エクスポートリ y というプロダクトになります。今回もちょっと使い、あの使っていく予定です。OK。それでは、開いていきましょう。えー、と今回、オンラインセミナー第134回目にありますけども、ノートにラ,ラテフを使って数式を書いてみようって。 とといいいうタイトルでいきたいと思いますで、えっと、今回ですねまずそ,のそもそもラテフって何なのかなっていう何ができるのかなっていう話とそれから一番こう基礎ですねさっきあの一番最初にも言いましたけども今回のこのセミナーはこの初めてラテフっていう言葉を聞くぐらいの人たちを対象にあのしています。 なので、まあ、そもそもラテフって何なのかなっていうぐらいのところから始め,始めてで、実際ですね、エクスポートの中で、まあ、ノートの中でですね、それを使って数式を書いていくみたいなことをしてみたいなと思います。で、行ってみましょう。えーとまあ、こうエクスポートの中でこう、ノートを使ったあのことがある人ってあの、どれぐらいいるかなとは思うんですけど、結構最近増えてきてると思うんですけども、まあ、あのこんな形ですね、このノートの中に数式を書きたいと。で、そういうのを、まあそあの さっきのラテフっていうのを知ってると書けるんですよっていうことなんですけども、まあ、数式なんかはいろんなタイプの数式あるんですけどもそれこそ何かこういった今こ赤枠で囲っているような形でどんどんと複雑なものもあるんですね。で、まあ、私自身が正直言ってあまりこうなんか数式っていうのがあのそんなに得意な人間ではない。 結構なんかこういうのが出てくるとよくありますよね、本とか教科書とかセミナーとか何でもそうですけども、こういうのが出てくるとちょっと敬遠してしまうようなところがあって、で私たちが行っているデータサイエンスブートキャンプトレーニングなんかでも、なるべく数式を使わないようにってやってきたんですね。なので、なんか今更な感じはあるんですけども、それでも、まあ、いろんなタイプの数式ありますけども、ここまで複雑じゃなくても、簡単なものだとか、そういうのは、やっぱこう、レポート書くんだったらどうしても、 こうちょっと説明するあの時が来るっていうのはあると思うんですね。ですので、まあ、こういうのもなんか知っておくとまあ便利かな,あなと。で、今まではですね、私たちも含めてなんですけども、よくあるパターンとして、こういう数式をなんか書かなくちゃいけないみたいな。でそういう時に、なんかこう、キーノートだとか、パワーポイントなんかで、それこそなんか線,線を使ったりだとか、なんか記号を使ったりとかして、無理やり数式を書くみたいなことってやったりすると思うんですよね。って、ひょっとしたら私たちだけかもしれないですけども。 で私は実際、そういういれあの昔のこうトレーニングのだとかセミナーの資料を作ったときなんかによくやってたんですけども、まあ、ちょっとあの正直、あの汚かったりだとか、まあ、そもそも作るのが面倒くさかったりだとかっていうのが、まあ、あったりするんですね。でそれが、このラテフっていうのを知ってると、このラテフのフォーマット自体は、初めて見る人にとってはなんかもうすごい気持ち悪いような感じの複雑そうな書体なんですけども、正式なんですけども、まあ、こういうのを使うとですね、まあ、こうやって。 あの書いていてくこととができますよとなのでテキストで作る文章の中にそのラテフっていうその書式を知っていると、まあ、どんな数式でも書いていくことができるとでこのラテフっていうのは別に私たちが作ったっていうよりもこれもある意味スタンダードという標準でそれこそあの論文なんかだとかリサーチのなんかペーパーなんかでもよく出てきたりするんですけどもみんなそういうのを書くときは あの誰もこの同じ書式を使ってるんですね、もう世界中で。うん、で、それをエクスポートの中でもまあサポートしているので、まあ、そのままあのその表示になっているものを使いますよということですね。で、そもそもラテフって何なのかと、なんか今ちょっとつきあって見てきたと思うんですけども、あれ一応ですね、私たちの方でも今回を機に、あのチートシートっていうのを作っています。まさにこれ今 この目の前で見ているものなんですけども、でこれは後で PDF としてあの皆さんと共有させていただく予定ですので、まあ、実際このチートシートが2ページにわたるものなんですけど、この2ページがあれば基本的にどんなあのものでも書けるんじゃないのかなというふうにぐらいに思うものなんですね。で、ちょっとあのこれちょっとあの、もうちょっと具体的な部分を説明したいと思います。 でまずですね、よくあるのが、例えばなんかこの、字状とか、なんかまあ、参上とかっていうのあったりしますよね。例えばこれだと、X の字状みたいな形で、こういうの上付き文字とかなんか、日本語で言うらしいんですけども、まあ、なんか2っていう数字が、なんか右の上の、この肩の上に乗っかってるみたいな感じのやつですよね。で、こういうのを書きたいんだけどって時に、このラテフっていう書式では、ここに X の、なんかこう、山みたいな、なんかこう、記号が、多分キーボードの、 どっかにあると思うんですけども、マックだったら、あの用のキーボードだったら、あのマ a クじゃなくて、英語のキーボードですかね、なんかだと結構上の方にあったりするやつなんですけども、まあ、それを書いて、その後に2って書けば、この X 事情っていうのが書けるんですね。<laughs> で、これ、どうやってあのエクスポーテーのノートの中で書くかっていうのは、この後、あのちょっとデモをしながら皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですけども、ただ、書式として、この X のなんかこうう山マークの2っていうのを書けば、 あのこの x2 乗っていうのは書けるようになります。でもちろんこれ x の3乗にしたいんだったらこの山マークの後に3っていう風に数字を書けばいいっていう、まあ、それだけの話なんですね。で今度下付き文字っていうのもたまにあったりします。これはちょっと後でですねちょっと線形回帰の式を書いてみましょうみたいな感じでやろうと思ってるんですけどもなんかここ x1 多数んかあの x2 多数だとかなんか y1 プラス y2 みたいな。 ことを書いたりとかして、なんか同じ性質のもんだけども、なんかこのポジションが違うからみたいな形であの使ったりすることもあったりするんですね。で、こういう時はあのさっきと似てるんですけども、今度はこうアンダースコアっていうんですかね？下のバーを書いて、その後に波括弧で1だとか、その番号を書いてあげればいいと2。だったら2っていう風に書いてあげればいいんですね。なので、こういった形で書いていけばいいですよ。と。 あとあのよくあるのがそれからルートですね平方根とかっていうやつでそれこそ x の,あのへあルート x みたいなやつですねでこれなんかはあの実際こういう関数をあ例えばそれこそ計算しようとしたら SQRT スクワあの スカートとかっていう、まあ、あの関数があったりするんですけど、それと同じなんですね。で、唯一、この、ここからちょっとラテフっていうのが、あののパターンが、これ見始めるからと思うんですけども、この手のものを書くときっていうのは、この関数っぽいようなものを書くときっていうのは、一番最初にバックスラッシュっていうあのものをつけておく必要があるんですね。この左上から右下に下がるようなスラッシュですね。で、これをつけた後で SQRT とかってやると、 まあこれがルートになってで、そのルートの中にある文字列っていうのは、この波括弧の中で囲んであげればいいっていう形なんですね。で、あともう一個、あの分数なんかもよくあると思うんですよ。何かを何で割るってやつですよね。で、これは英語だとフラクションっていうんですね、分数のことなので、ここでもフラックっていう、なんかそれこそなんかこう関数名みたいなものがあります。で、さっきと一緒ですね、これバックスラッシュっていうのをつけて、 で、FRAC っていうふうに、このフラックっていうのをつけると、これがもうあの分子分母だよっていう、分数ですよってことになるんですね。で、分子の部分と分母の分っていうのは、その後にこう波括弧で囲んであげて、並べるだけです。で、そうすると、これがあの分子分母になると。なので、例えば9あ、9分の1、1が上で9が下みたいなものだったら、さっきのようにこうバックスラッシュの FRAC、フラックで、 波波のの1波括弧の9という,ふうにやってあげるる書けるんで、すねでそれから、えっと、もう一個ちょっと皆さん、にこれ紹介したいんですけど、でそもそも今ここで触れてるのを、この後ですね、これ、今見てるのを全部使ってで、実際に書いていこうと思うので、これなんかこう基本的になるものを皆さんと今、共有してると思ってください。 であのサムですね、相和とかって言ったりすると思うんですけど、日本語だと、まあ、要はあの例えばなんかある列があって、でそれを全部足し上げて、合計を足したいみたいな、例えば売上げの合計を出したいみたいなケースですよね。で、あのエクスポートの中でこういう計算をしようとしたら、サムっていうそれこそ関数があって、でサムの括弧の中に、例えば売上げってやればいいんですけども、まあ、大抵の場合はもうそれこそチャートだとか、あのそれからあのデータラングリングの一環でやろう、データの加工の一環でやろうとしても、なんか UI が出てきて。 くるのであんまりなんか自分で Sum って書いてカッコの中に列名を指定するみたいなことはそんなしないとは思うんですけども裏でやってることはこういうことなんですねこれなんか Excel なんかでも同じですよねあのイコールサインで Sum ってやってカッコの中でセルを指定するみたいなことになると思うんですけどもでこのこれですねこの表現っていうのがこれ関数で書くと Sum のカッコ X なんてすごくもう単純なんですけどもこれがですね実は それあのこどれだけあるのか分からないですけども、結構それこそ統計系の教科書なんかによく出てくる書式っていうのは、ちょっとなんかもうちょっと複雑な形の書式だったりするんですね。でどういうものかっていうと、そもそも今、ここの目の前で見ているこのテーブルの方に注目してください。 1>, 1列目が ID で2列目が X って書いてるんですけどもこれ行が1行目2行目3行目4行目って ID が1234ってありますよねで X になるところがこれ売り上げだと思ってくださいこれが今200100300200 200ってなってますねなのでこのサムの括弧 X っていうのは実は裏でやってることっていうのはこれは X の1番目と X の2番目 X の3番目 X の4番目ですねそれぞれ200100300200 200ってなるその数字を 足し上げててるよっていうことなんですねでこれをちゃんとしたっていうか,なんかよく教科書に出てくるような形の数式にするとこんな形になるんですね。こうなんか何な,な,なんですかねこれシグマって言うんでしたっけこのマークでなんかこう Z の反対みたいなやつですよねなんか Z っぽいようなやつですね。でそれの下になんか i イコール1 いいう,うに書いてますけどもで、これは i が1なものから、この n っていうのは大抵この数だだけ、まあ、今回だったら4行あるので4ってなるんですけども、そ,のそこにある人の数だとか物の数みたいな、その最後の,あの数ですね。なので、ここだったら4だと。でそうすると、この右側にある xi って書いてますけど、そこの xi っていう部分が x の 1>, 1だったり、2だったり、3だったり、4だったり、その i って数字が1、2、3、4って上がっていきますよと。で、どこで止まるかっていうと、この Z っぽい記号のシグマの上にある N で止まるんですけども、今回だったら4行しかないので、4で止まるよということなんですね。つまり X、X1 たす X2 たす X3 たす X4 をやるよっていう、そのいうこの記号なんですね。で、これはあの別に覚える必要もないんですけども、なんかまあ、この手の,あの統計系の教科書なんか見れて、 この記号が出てきたら、実はそういうことだったんだなっていう、要はた単純にまあサムの関数だったんだなって、それを表すものだったなってことなんですね。で、これをですね、じゃあ実際さっきのラテフっていうのを使って表すとどうなるかっていうと、これもあのさ今までのバックスラッシュですね。バックスラッシュのフラッグだとかと、あのスクエア T っていうのと一緒で、今度はサムですね。バックスラッシュのサムだと。 でその後にですね、このアンダーバーっていうのをつけて、その後で、えー、っとで、この波括弧で、この下の部分と上の部分っていうのを入れます。で、それぞれの波括弧の間に、さっきなんかちらっとなんか事情とかの時に出てきたと思うんですけど、なんか上向きのなんか山マークみたいな、あの、をつけるんですね。これで、この左側の式をつけることができます。で、これをつけたら、さっきの X の、 あの I、っってていう部分っていうのはこの、I、が下付きですよねでこの下付きっていうのはさっきちらっと見たと思うんですけどもアンダースコアのその個で例えば1だったら並括弧の1ってやればいいんですけど単純に記号の i だったら x のアンダースコア i ってやってあげればいいんですね。なので今これなんかいくつか掛け足で見てきましたけども今まで見てきたのが分かればこれ覚える必要ないんですよ後でこうチートシートありますからそれを見ながら思い出しながらで普通書けばいいんですけども 今まで見てきたのが何か分かれば、もっとこれを使ってですね、複雑なものも書いていくことができるんですね。なちょっとそれを今から見てみたいと思います。で、ここに、えー、っと、じゃあ実際ちょっとここから見ていってみましょう。 ここにですね、えー、と私がちょっと今回用意したのが、こういうノートっていうのがあるんです。あの、あるんですね。で、ノートっていうのは基本的には、まあ、ここですね。これエクスパートリーのこの左側にノートっていうのがあるので、このプラスボタンなんかを押して、ノート作成とかってやると、まあ、あの作れるんですけども。で、この中にですね、あのよくあるのは、それこそ、 あのチャートを入れたりだとかもしくはイメージ入れたりだとかしてこうレポートを作ってい,くいきますよって形なんですね。でここに、まあ、ちょっと実際私もこのチャートを入れてでここに今なんかこうあの金属年数と給料の関係みたいなものをサンプルで表してその真ん中にこう線形回帰でですねこう一直線のなんか線をあの 書いてますこれトレンドラインとかいったりするんですけども、でこの,あの線の上にあのマウスを持っていくと、それこそ相関係数だとか、R 上だとか、それから係数ですね、いわゆる線の傾きみたいな、そういった数字なんかが見れるようになったりするんですね。で、これをですね、ちょっとなんかあの、こう、あの式にしてで、それをちょっと説明、このノートの中でしたいなと思って、こういうに書いてるんですけども、ここに例えばこれは、y イコールアルファ、x プラス b みたいな、ベータ。 で,すかね、で、これ、今回はこの金属年数っていうのが予測変数なので、給料イコールアルファかける金属年数足すベータですよと。で、これちょっと初めての人はすなそ、なんですか、その線形結でるとは思うかもしれないんですけども、そもそもですね、これ金属年数のが1増えると、このアルファ分っていうのは、これ傾きなんですね、このアルファ分の部分っていうのは、この線の傾きだと思ってください。そしてこのベータっていうのがこのあの、この金属年数が0だったときにこの、この線は一体どこにぶつかるのかなっていう。 これを表したのがこの給料イコールアルファ金属年数プラス B なんですね。で、ここの部分をちょっときれいにしたいなっていうことで、きれいにしたいこれイメージなんです、実は私が今これ貼り付けてるのは。で、ここをあの実際のラテフを使って、なんかもの、あのきれいに書けないかなっていうことですね。まあ今でもなんかそんなに汚くはないんですけども、ちょっとあのできないかなっていうのをちょっとやってみたいと思います。 でここからですね、ちょっと今、ここに今、ちょっと開業してで、数式を入れたいときっていうのは、まずですね、基本的なパターンとしては、このプラスボタンのから、数式っていうのがあるんですね。で、この数式を選ぶと、なんか数式を入れるような、なんかコンポーネントが入ってきます。 で、ここにですね、ラテフって書いてあるこれラ、ラテ X っていうかい書いてあるんですけど、これなんかフっていうらしいんですね。私はしばらく昔はこうラテックスとかなんかって呼んでたんですけども、途中で誰かにラテフって読むんだよって指摘されて、恥ずかしい思いをしましたが、まあ、そんな名前はどうでもいいんですが、ここに書いていくことができると。で、ここにですね、ちょっとここに給料イコールなんとかって書いてますよね。これをちょっと表してみようかなと思います。で、例えばここだったら、えー、と給料ですね。この左側が。 でここまではいいんですけども、この後にイコールって書いて、でここにアルファとベータってあるんですけど、今回ちち、一番ちょっとまずは、ここ、こんな形で書いてみましょうか。A の例えば金属年数で、これをプラスの例えば B みたいな形ですね。でこれをですねプレビューしてあげると、こんな形の式ができるんですね。なので、もしすごいシンプルにやりたいんだったら、もうこれで十分ですよね。給料イコール、A もしくはここに書けるっていうなんかアスタリスクかもしくは X 書いてもいいんですけども、まあ、A っていうのと金属年数プラス B ですよとこれが今回の,あのこの線形回帰の式ですよっていうふうにあの表してで実際この A っていう部分がここの例えば線のところにトレンドラインを持っていくとここに係数467上から3個目ですねって書いてあるのでそれこそここに467ってこう変え、まあ、てもいいんですけども、まあ、こんな形式が求まりましたよと。 で今度ですね、この A っていう部分っていうのを、いやいや,いやこれなんかこのアルファとベータにしたいんだけどみたいな。で、その場合どうすればいいかっていうのが、実はさっきの,このチートシートのところに行けばいいんですね。で、ここに確か、えー、とギリシャ文字っていうセクションがあるので、ここですね、このアルファっていうのを書きたかったらアルファですよとか、ベータだったら ベータってそもそもも書けばいいんでしょうとただ気をつけてほしいのは、この手のなんかこう、あのアルファベットで書くときっていうのは、さっきの関数と一緒ですね。フラクションだとか、サムとかと一緒で、一番最初にこのバックスラッシュをつける必要があるんです。でこれはもうどのパターンでも大抵がなんか同じような形なんですね。なので、今回もここに、これをアルファにしたいんだったら、単純に本当だったらこうやってアルファってやればいいんですけども、ここにですね、一番最初にこのバックスラッシュっていうのをつけてあげればいいと。 でこっち側もそうですね、このバックスラッシュの後に、ベータっていうふうに書いてあげると、これをプレビューのところに行くと、こうやってアルファとベータに変わりました。<laughs> で、まあ、こんな形であのギリシャ文字なんかも、これなんか数字で、なんかあのギリシャ文字でよく出てくるんですけども、こうやって簡単に書いていくことができますよってことですね。で、もう一個ちょっと行ってみましょう。こちらですね、こちらの、えー、と式で、 今度は、ちょっとこの金属年数、職位じゃなくて、単純にもっと一般的ななんかこう線形回帰の式みたいなのがあったときに、ここに y イコールアルファ x 1プラス。 ベータの X2 たす C って書いてるんですけども、これがこのいわゆる予測変数って言われるもので、予測変数1、予測変数2みたいな形で思っていただければなと。で、今回はそれぞれアルファとベータっていうのがそれぞれの予測変数の傾き、もしくは係数になってるようなケースだと思ってください。で、この時に、今回も同じなんですけども、これをちょっとじゃあラテフを使ってあの式にしたいなと思ったら、基本的にやることはこのバックスラッシュのアルファとかとベータとか使えばいいんですけども、ここに X の1とか X の2って書いてますよね。 1>, 1個目、2個目みたいな。で、これが下付きなので、ここだけちょっと注意する必要があります。なので、ちょっとここもやってみましょう。今回もまたここのプラスボタンから、数式っていうのを選んで、で、ここにですね、えー、今回はちょっと y イコールにしましょうか。y イコール。で、今回もこのアルァっていうのは分かってるので、こんな形ですね。アルファ。で、ここにですね、x っていうのをつけたいですよと。 でこのまま x の1とかってしてしまうと、ちょっとプレビューしてみましょうか。こんな形で α の x の1、でっかい1になっちゃうので、この1を小さくしたいと。なので、この1を小さくするには、このアンダースコアっていうのを入れて、さらにこの波括弧でこういう数字とかっていうのを囲ってあげる必要があるんですね。で、こうやって見ると、この a、α の x1 みたいな形になりました。 でこれができたら、こ,あのこれもさっきのチートシートにこうやって書いてます。この例えば A の、このちっちゃい FX みたいにしたいんだったら、A のアンダースコアの波括弧で囲めばいいですよってやつですね。なので、今回もこっち戻ってきて、で、同じですね。また、えー、っと、プラスの、で、ベータ。で、ちょっとスペースで入れてあげてください。で、それから今度は X のアンダースコア、アンダースコアの波括弧の、 えと今度は2ですねこ。ここですよ。このベーダーの x2 っていうのをやろうとします。なので、こんな形ですね。で、最終的にもう1個、なんか c ぐらいでつけておきますかね。で、やってあげると、ここの式が、こうやって y イコール ax1 たす bx2 たす c みたいな形でできました。で、この状態でですね、これ今、のこのノード書いてるときは、この上になんかラテフとかプレビューとか見えてますけども、これ実際、例えばこう共有するためにパブリッシュしたり。 もしくはエクスポートしたりすると、このプレビューボタンをク,あのクリックしていただくと、これがですね最終的にどういう形で見えるのかみたいなのが出てきます。で、このこを見るとですね、今あのこ、この辺は例のイメージのやつです。なんですけど、それ以外ですね、ここに給料イコールあのアルファ、金属年数足すベータだとか、今やったのをこの Y イコール A、X1 足す B、あのベータ、X2。 2足す C みたいなやつですね。こういう形で出てきます。なので、ヘナのタブラテ風だとか、プレビューみたいなタブなしの,あの式だけが出てくるような形になります。なので、まあ、これでできたら、ここはもうじゃあいらないなみたいな形で、ちょっと消しておきましょう。あとでちょっと、ね、なんかややこしくなるので。で、それからですね、えーっ,とえー、っと、これはもういいですかね。同じやつなので。なので、こうやって書いていくことができるということでした。で、今度ですね、この標準偏差っていうのがあるので、これもちょっとチャレンジしてみたいなと。 でこれちょっと複雑そうですよね、なんかもうすごい、なんか何が起きてるのかなみたいな感じです。で、皆さん、標準偏差って分かります標準偏差ってですね、結構あのややこしくて、私もあの大学で統計の,あの授業があったときに、この標準偏差出てきたあたりで諦めたあの嫌な思い出があるんですけども、ちょっとここでですね、あの標準偏差を知らない人、もしくはなんかよく、なんとなくしか、よくあの理解できてないっていう人のために、一応ちょっと簡単なおさらいします、標準偏差の。 でその後でですね、どうやってさっきの式を書いていくかっていうのをやれば、より理解が深まるんじゃないかなと思うので、ちょっと見てみましょう。で、標準偏差っていうのは簡単に言うと、まあ、こうみんな平均してどれだけ平均から離れてるかってことなんですね。例えば、従業員のなんかデータがあったときに、その従業員の,例えばあの給料のデータがあったら、従業員の給料っていうのは、みんなだいたい平均したらその、この会社の平均からどれぐらい離れてるよっていう、そんなものですだと思ってください。 例えば、お客さんの年齢っていうのがあったら、平均年齢から見たときにみんなどの、みんなお客さんは大体これぐらい離れてるよっていう、そういうことが言いたいと、つまりばらつきのをなんかこう、あの定量化し,して、数値で表したいということなんですよね。で、例えばここで従業員の年齢のばらつきっていうのがあったとしましょう。で、左側がこれ、A から G まで7人の,あのこう年齢がああの入ってます。 でそれをですね右側に X 軸を従業員のなんか ID っていうんですかね、A、B、C、D、E みたいな形にしてで、縦の軸っていうのを年齢でちょっと表してみました。7人の分ですね。で、ここでまあ重要なのは、まず平均ですね。平均が何歳なのかっていうことなんですけども、今回38歳でした。で、平均出すのはまあ全部を足して、それを数で割ればいいわけですよね。なので今回7人なので、それを割ると38って出たと。 で標準偏差っていうを出すためには、この38からみんなどれぐらいは離れているかということなので、それぞれの人たちを、ね、この38と比べて、まあ、引き算するわけです、単純に。そうすると、例えば一番上の A という人は年齢22歳なので、38-22ということで、逆ですね、22歳からマイナス38ということなので。 あの16下がるみたいな形ですね、右側のチャートでいくと、一番左側の A の人ですね。で、そういう形でどれぐらい平均との差があるのかみたいな形で数字を出すと。で、最終的にはですね、これを平均、これの平均、ここのなんかマイナス16とかマイナス14とか18とか出てますけども、これを平均して数,あの数字を作りたいと、それをもって標準偏差にしたいっていうのがこう、あのモチベーション、だと動機だと思ってください。<laughs> でなんですが、これがですね、実はちょっとあのややこしくて、これをですね、そのまま足し上げると、この平均を足すには全部足して7ではなくちゃいけないということになるんですけども、全部足しちゃうとゼロになっちゃうんですね。っていうのは、この数字の、要は平均っていうのは真ん中なので、まあ、プラスもマイナスもあったりしますよね。なので、最終的に足し上げると、まあ、ゼロになる、もしくはゼロに近くなるということなんですね。なので、それを防ぐために、この標準偏差っていうのは、あの まず、この平均からの差っていうのを自乗しちゃいます。そうすると全部プラスになりますよね。で、このプラスあの事乗にした上で平均を取りましょうと。で取ったのがこれ153.14って数字なんですね。で、これのこの数字のことを実は分散って言ったりするんですけども。ただこの分散の問題はこの153.14のこの桁あの単位がよくわからないと。 もともと平均して何歳ぐらいっていう、何歳っていうあの単位を使ってたのが、これ、事情してるので、153歳ぐらい離れてると、そんなことはないですよね、これ、事情してるわけですから。なので、もうちょっとこの元の単位で話したいということで、これをじゃあ、もともと事情したんだから、ルその反対ということで、平方根、もしくはルートすればいいじゃないかと。 ということで153.14をルートすると12.37になりますよ。このことを標準偏差っていうんですね。で、この数字が出れば、この12.37っていうのは平均から、まあ、上下ですね、上下っていうか前後っていうか、あの,の上下っていうんですかね、12.37。で、これが平均してみんなこれぐらい離れてますよっていうことなので、こ,うああのことなんですね。 でこの標準偏差を使ってばらつきが大きいだとか小さいだとかっていう判断ができるようになるんですね。でまあちょっとその辺の話だと、まあ、あの詳しい話はまあちょっとここぐらいにしておいて、まあ、これを数式で表したのが。 こののの今目の前でで見ているこの複雑そうなものなもんですねただこれ複雑そうに見,る見えるんですけども要はそれこそ統計の教科書なんかに見るとこういう数字がボーンと出てきたりするんですが実はですね一個一個見ていくとそんなにあの複雑じゃなくてちょっと見てみましょう。例えばまずこの あの一番中にあるってやつですねでこれいいですよねさっきあの今まで見てきましたこの i っていう部分っていうのはこの i がそのよ左側にあるシグマのなんか i イコール1からなんかシグマの。 頭の上に乗っかってる N って書いてますけども、要はこの I っていうのは数字があの変わりますよっていうあの動的な数字ですよってことなんですで何が動的かっていうと、まあ、1に1行目、2行目、3行目、4行目みたいなそういう意味ですね。で、今回は7行あるので、これが1だったり、2だったり、3だったり、4だったりするよってことなんです。 なので、この X っていうのを今回、例えば年齢だと考えたら、22歳だったり、24歳だったり、56歳だったり、38歳だったりするっていうことなんですね。で、それぞれから今度、このマイナスのここになんか変なマークありますけども、これ、μ って呼んだりするんですね。この統計の世界だと、これ、μ っていうのをこう平均って言ったりします。で、これ、平均からあの、さっきの X の1番目から、 平均である、今回の平均だとあの年齢の平均なので38を引きますよ。X の2番目ということは、この ID が2番目、24歳からこの平均を引きますよということなんですね。なので、これを7回繰り返しますよと、1番目、2番目、3番目、4番目って繰り返していきますよということになります。で、これ引き算をしたら、それぞれを、これこうですね、これ引き算の部分、Xi-μ つまり平均を引くということなんですけども、これをしたら、それぞれを平均、あのその差を求めたら、自乗しますよと。なので、7個のこの自乗した数字が作られますよっていうのが、ここの部分です。で、それを、これ、シグマっていうのは、例のサム、この総合計するよっていうことなので、これで合計しますよっていうのが、ここの式の部分なんです。 でこのもう一回言いますけども、シグマの下のと上っていうのは、i が1、1から始まって、n までいきますよと。で、この n っていうのは、この数、まあ、データの量だったり、サイズとか言ったりしますけども、今回は7ですね、7行あるってこと。なので、1から7まで動きますよってことなんですね。で、それをしたら、これ、平均を取りたいので、この n, ん n 分の1っていうのをかけましょうと。 まあもうちょっと分かりやすく言うと、要はこの分母に n を持っていきますよってことなんですけども、ここでは単純に n 分の1をその合計に対してかけるっていうことになってます。要は n で割るってことですね。で、ここの n っていうのはこの7、今回7行なので7で割るってことですね。要は平均を求めるってことですね。なので、この赤枠の部分っていうのは、これで分散が求まったっていうやつですね。つまり、自乗したもの平均からの差の自乗っていうものの、それの平均を求めたっていうことになります。 で、これだと単位がよく分かんないような153.14みたいな形の数字になっているので、これをルートして元の単位に戻しましょうっていうのが、ここの全部の部分ですね。これです。最終的にさっきの結果をルートしましょうと。で、そうすると12.37っていうのが求まりましたよと。つまりこれが標準偏差になるわけです。Okay、じゃあ、これでですね、じゃあさっきのこちらですね、ノートの中にもこれ書いていってみましょう。こうですね。 で、まあ、どうやるかというと、さっきと一緒ですね、ここからこの数式っていうのを入れてやっていきます。で正直ですね、私もこれ、ラテフとかっていうのをあんまり得意じゃなくて、ちょっともともとはですね、見るとなんかこう、嫌な気分になってた。 あのぐらいなので、ちょっとここで間違えるかもしれないですけども、まあちょっと一応、あの一応というか、ちょっと頑張ってやってみましょう。<laughs> ライブでやってみましょう。で、まずここですね、X ですね。で、ここの、ま、真ん中ぐらいからいきましょう。この一番真ん中の XI っていうところですね。で、これはさっきも言ったように、これ下付きのやつなので、この X のこれなんかアンダースコアのこれ、えっ、ー、と、波括弧で、実はですね、これ、波括弧つけなくても、この I あのアルファベットだったらそのままあの表示されたりするんですけども、一応なんかまあこれで X の波括弧で見てみましょう。するとここに X の、ちょっと見にくいかもしれないですね、小さくて。X の i っていうのがここに出てきます。なのでここですね。なのでこっからですね、今度はマイナスの。 でここになんかこの μ って書いてるんですけども、これ別に μ じゃなくて、これなんか私、ギリシャ単語な、あのギリシャ文字なの出されても困りますって言うんだったら、ここをなんか平均とかってもいいんです、単純に、日本語でも。で、そうすると、ここの括弧の中っていうのが、今こうやって出てきました。で、後でちょっと、もしギリシャあの文字を変えたいなら、ちょっと後で変えてみてもいいかなと思うので、まずはちょっとこれ平均と書いていきましょう。で、これをですね、これ、事情したいんですよね。なので、これを括弧で、あ、ちょっと半角じゃないとダメですね。 これ、カッコで、これを自乗しますよとで。単純にこうやったら2っていう数字が書かれるので、これを、皆さん覚えてますかこれを書くには、えっ、ー、と、この植え付きですね。私の場合はキーボードの中、あの一番上の数字の6のところにあって、それをシフトすると出てきますけども、この記号と、で、これを自乗なので2っていうふうに書きます。で、プレビューすると、これ、自乗ってなりましたね。ちょっとほっとしました。<laughs> で、今度これを、 こここですねこのシグマの部分を使って、これ、あのそうサムするよってやつですねで。ここもちょっとやってみましょう。これ、サムするってことなので、さあ、行きますよ。こっからがちょっとあれですけど、まず、サムっていう部分なので、こう、SUM って書きたいところなんですけども、これを一番最初ですね、このなんか、バックスラッシュっていうのをつける必要があります。なので基本的にこの手の関数みたいなのが出てきたら、全部バックスラッシュをつければいいっていうことですね。で、できたら、今度は、この後に、アンダースコアっていうのを引きます。 でやるのは、ここの i イコール1っていうのと n っていうのを、これ下と上ですね、この順番で書きたいので、ここで波括弧が2つ出てきます。で波格好2つ出てくるんですけど、この真ん中にさっきの,この山マークみたいなのを書きますで。これで下と上みたいな形になるので、下の方は今回は i イコール1っていうのを書いて、上の方は n って書いてあげればいいと。 でこれでサムなんですけども、こっからですね、これでいいのかなこれちょっと見てみましょう。そうすると、あ、できましたね。これ、シグマの i イコール1から n っていうので、各個の xi マイナス平均の事情みたいなあの、ここを事情したものっていうのを、まあ、一個一個 I, を i の数字を上げてって、なんかフォーループっていうんですかね、まあ、あのプログラミングに詳しい人は、まあ、これ一個一個こうイタレートしていくよみたいな形なんですけども、やあのこの計算ができましたと。 で、今度はこれに対して最終的にこれ N で割りたいっていうことなので、この N 分の1をかければいいと。で、N 分の1をかけるっていう部分で、ここに、えー、っと、書きたいんですけど、ここがちょっとフラクションですよね。あの、フラクションやる分数ですよね。なので、ここで分数の記号、あの、ラテフを使う必要があります。で、分数っていうのは、これもさっきのチートシートンとか、ね、っていうのちゃんとあるので、こちらですね、見てみましょう。ここにですね、分数、ここですね。 このバックスラッシュフラックっていうフラクションのフラックで波括弧で囲ってあげればいいと2つを。なので今回もここでバックスラッシュのフラクションのフラックそして波括弧が2つ必要なわけですね。でこれで、えー、と分数ができましたよと。なのでここでですねちょっとスペースを入れてみますね。でここに上がどっちが上でしたっけ 先に来る方が上なんですね、分子ですね。なので、こっちに1でもう1個の方に n って書いておけばいいと。で、ここに n 分の1っていうのができました。これちょっとプレビューしてみましょう。すると、この n 分の1っていうのが来て、あと、シグマと、この xi- 平均の事情っていうのができました。これ、ルートの中がようやくこれでできたような状態ですよね。あとは、このルートっていうのを持ってきてあげればいいわけです。だいぶ近づいてきました。で、ルートっていうのは、これもちょっとチーちとしてみ,てみましょう。 ルートっていうの、ここですね。このやつなんでこれはスクエア T とかですね。ス,クースカートっていうんですかね。SQRT。で、波格好であの中身を書いてあげればいいので、まずバックスラッシュ。いつもバックスラッシュですよ、これ。で、それから SQRT。で、あとは波括弧で、今回は全部をこうやって囲ってあげればいいと。いいですかこれ。この全部を波括弧で今囲み,囲みました。で、そうすると、 これですねここと基本的にもう同じようなものが出てきました。唯一足りないのがこの左辺ってやつですね、数式の。でこ,のこの記号、また気持ち悪い記号ですけども、これ実はシ,あのシグマっていうんですね、この標準偏差のことをシグマって呼んだりするんですけども、でこれもですねあの別にいや私たちはそんなギリシャ語なんて喋んないからやめてっていう人は、単純にここで標準偏差っていうふうに日本語で 書くだけででも全然いいと思うんですね私はなのでこうやって標準偏差っていうのはこうやって求めるんですよっていう風に書いてもいいと思うしいやいやいや私たちちょっとあのこれからちゃんと教科書的にやらなくちゃいけないんでっていう人がもしいるんであればここはですねこうやって標準偏差の代わりにこのギリシャ文字を書くこともできるわけですねでここがギリシャ文字のちょっとどうですけどもえっ、ー、とシグマ っていうあのシグマって言ったりするんですね。あのシックスシグマとか言ったりする言葉もあるんで知ってる人もいるかもしれないですけど、ここですね、えー、とこの小文字のシグマを使います。これが標準偏差ですね。なので、ここで、またバックスラッシュで、で、なんでしたっけ、シグマって書けばいいだけですね。シグマってやると、これをプレビューするとこんな形でシグマイコールになりました。で、ここでちょっと調子によって、さらにこの平均のところも、あのこのなんかこのギリシャ文字で 何かやってみましょうって言うんであれば、この c あの部分っていうのは μ なんですけども、えー、っと、μ なんてどっかにありましたかね。どっかにありました、これですね。<laughs> <laughs> この記号があの平均の μ だったりするので、もしやりたい人はここですね、やんなくてもいいんですよ。でも、こうやりたいっていう人は、このバックスラッシュのなんか μ とかってやってあげると、ここであの変わりました。 これでもうあの教科書出版できるようになりました <laughs> なんか。だからどうしたんだって感じはあるかもしれないですけども、まあ、こうやってですね、どんどんとあのこう数式っていうのをこう段階的にですね、こう試しながらあの書いていくことができますよっていうことでした。で、ここまでやって、まあ、こんな形で書い変えていくことができるんですけども、もう一つですね、いや、実はこれ今なんか全部このなんかブロックみたいな感じで書いてるんですねちょっと。ちょっとこれ消しておきますね。このイメージを一回消して。 で、ちょっとこのタイミングでプレビューしてみましょう。どんな感じになったのかなみたいな。で、そうすると、一番下のところに何か行くと、この標準偏差っていうのはこういう数式ですよ、みたいになりました。で、たまにですね、いや、あの文章の中に私、ここ、あのこのラテ2使って数式入れることできないですかそんな時もあるかもしれません。例えばなんですけども、ここにこういう文章があります。A と B はそれぞれの変数の係数であるよと。 で、ここで、例えば A の代わりに、例えばなんかアルファを使いたいと、ここの B の代わりにベータって書きたいってあるかもしれないですよね。で、その場合は、実はですね、ここでいい、このバインラインの,あのコードを書くことができるんです。で、この普通にですね、実はエクスパートの中でインラインを書こうとしたら、ここになんか例えば A とか書いて、こうやってあげると、なんかこういう、なんか灰色がちょっと、あの裏がなんかこう、 背景色がなんか灰色になるような形で、なんかここはなんか特別な文字ですよっていうあのフォーマットを作ることができるんですね。で、これを書く代わりに、ちょっと待ってくださいね。んちょっと待って、これが、OK、なんかちょっと変なのが入っちゃい,しま,いましたけども、あーと、これちょっと後で消しましょう。この代わりにですね、この A っていうのをアルファにしたいっていう場合は、ここにですね、 こういうなんかバックスラッシュで、で、さらにマスっていうのを書いて、で、この中にバックスラッシュの、例えば今回だったら例のギリシャ文字なので、バックスラッシュアルファとかってやって、で、このバックティックっていうので、こうやって終わるっていうふうにしてあげると書けます。で、ここですね、マスっていう、マスっていうのはこうあの数学とか算数って意味ですけども、英語でマスマティックスとかって言いますけども、そのマスですね。 で、これだけだとなんか意味が分かんないですけども、ここからですね、例えばこれをあのインラインの場合は一回ちょっとプレビューしないと確認がちょっとできないような感じなんですけども、ここですね、これアルファっていうふうにここに書かれてますね。で、これを例えばこっち側も一緒ですね、こっちの B って書いてますけども、ここも例えばマスって書いて、で、バックスラッシュのベータみたいな形で、で、バックスラッシュあれ、 ああバックスはしないすみません、バクティックっていうやつですねで。閉じるみたいな形にすると、こうやって変わります。で、これをですね、さらに、いやいや,いやもっとこのアルファギリシャ語だけじゃなくて、みたいな形だとここに今、数式ってありますよね。で、この数式をそれこそ、あの、全部取ってきて、で、ここに例えばこの文章の中に入れたいっていうんであれば、これ一緒です、こ,れこうやってマスって書いて。 で単純にこういう形でどんなラテフのものであったとしてもこうやって書いてあげるとこれをまたプレビューってすると数式っていうのがえとこの文章の中にこうやってあの文の中にですねあの入れていくこともできるようになります。なのでここですねえっとこのエクスポートで,で ラーティフを使って数式を表すことができるんですけども、その場合は2つのパターンがあると思います。1つはこうやってコードブロックみたいな形で、開業ううした形で、さらにこ真ん中にこうアライメントが入ってきたような形ですね、こう表す場合と、それからそのままこう単純に文章の中に入れるというこのインラインという場合があるので、まあ、それぞれ必要に応じて使い分けていただければなと思います。OK。 以上ですね、今回のラテフに関しては。なえー、とさっきもちらっとありましたけれども、このラテフのチートシートっていうのを今回あの作りましたので、これは後であのこのビデオの録画とともにですね、こ皆さんと共有させていただきたいなとあの思います。このビデオの場合は、この下のコメント欄にもあの入っているはずです。OK! 以上となります。 でですので今回ですねあのちょっと見てきたのは、まあ、あの皆さんとですねこのラテフっていうものをラテフっていうこの書の式フォーマットがありますけどもこれを使うとちょっとあの初めての人にとってはなんかすごい複雑っぽく見えるかもしれないですけども知ってしまうと結構便利です。 あの文章を書いてて、例えば特にこの分析のレポートだとか、他の人になんかこう自分の見つけたことはこういうことなんですよって説明するときに、どうしてもです、ね、あの数式を使った方が伝えやすいっていう場面もたまにあったりするんですね。でそういういとなんかにこれを知っておくと 綺麗に数式をけます特に分数だとか、なんか事情だとか、なんかそういったタイプっていうのは、何気にあのこう知っておくとすごく便利かなっていうふうに思います。ですので、まあ、こういうのをあのエクスポートの中でですね、使うときは、まあ、チートシートなんか頼りに使っていけば いいんじゃないかなと思いますで。もし皆さんも使って質問などあれば、ですねチャットなんかも含めて、ですねこ私たちの方にいつでも連絡してきてください。あのそれううこそスクリーンショットでこういうのが書きたいんだけどっていうふうに言っていただければ、サポートできると思います。はい 以上となるんですけども、ちょっとあの最後に告知だけさせてください。えっ、ー、と、今週の金曜日にですね、エクスポートの使い方セミナーを開催します。これ毎月開催してるんですけども、えっ、ー、と、うちの、えー、と素人、カスタマーサクセスの素人があのやってるセミナーなんですけども、今週の金曜日はですね、データの可視化というところにフォーカスしたような 形の,あの使い方セミナーになってます。ですので、まあ、エクスポートをあの使い始めた方、もしくは使ってるけども、ちゃんとあのもうちょっとあの機能を使いこなしたいなと思われている方なんかは、この機会にですね、ぜひ参加していただければなと思います。こちら無料のセミナーになってますので、私たちのウェブサイトの学ぶの下のトレーニングセミナーの下ですね、から、えー、とエクスポートの使い方セミナーのボタンがありますので、こちらよりあの申し込んでください。見てみてください。 それからあとですね、今年の6月に、えー、と次のブートキャンプを開催することが決まってます。18日、19日、20日の3日間ですね。でまあ、いつもの同じこと同じですけども、データサイエンスの,にの世界にはまあいろんなデータ分析の手法があるんですけども、それらをですね、今回ちらっと見たなんか標準偏差なんかも含めて、まあ、統計だとか機械学習のあたりも含めてですね、こう体系的に皆さんからこうゼロベースであの学んでもらって、 であの実際の現場でも使えるようなスキルを身につけていただきたいと、そんな形で用意しているトレーニングです。こちらも朝から3日間ですね、夕方まで3日間であの一気に学んでいただこうとする、そんなトレーニングになっています。でこちらの方もです、ね、あの私たちのウェブサイトの e x p o r t i o の方に来ていただいて、学ぶ。 それからトレーニングセミナーのところのメニューに行くとあのデータサイエンスブートキャンプっていうあのリンクがありますのでそちらをあの見てに詳細情報がありますのでぜひあの見ていただければなと思います。それ以外にもですね、もしあの皆さんあの相談したいことだとかそれから質問などあればいつでも私の方、can.exporty.io の方に連絡してきてください。それからあと私、c a n a u g u s t っていう あのアカウントで、ツイッターでもいろいろデータに関することなんかを発信してますので、ぜひあのフォローしていただければなと思います。はいということでですね、今回はラテフの使い方っていうセミナーをしましたけれども、皆さん、ご視聴いただきどうもありがとうございました。